今日はですね、あの、逆襲のシャアの話をですね、ちょっとまあしたいと思うんですけどもですね、で、この映画のですね、まあ、あの、対策ですので、これ一本やると大変なことになるんですね、SF 表現に限って、この部分 SF 的に面白いよっていう部分に限ってですね、あの最初の17分間のみ、あ、ここ SF 的に面白いよっていうところをですね、ちょっと今解説したいと思います。 えー、じゃあですね、まあ一番最初、冒頭のシーンはですね、あの、月の表面から始まるんですね、月の表面にあるアナハイウェっていうですね、あの、工場のところシーンから始まるんですけど、一番最初はここですね、えー、なんかね、岩山があって、その向こうにビルが見えてる。で、ここの途中になんかこう、ビルみたいなのが挟まってるんですけど、よくよく見ると、ビルの手前の色が濃くて、向こうが薄くなってるんですね。で、これ何かっていうと、 この部分がガラス、巨大なま透明なものが入ってて、で、向こう側が弱圧区画、つまり空気があるんですね。で、手前があの空気がない区画になってるので、ここのビルはですね、あの途中ガラスで区切られてるので、真ん中辺まで、あの手前、真ん中から手前が色が濃くなってるでですね。まあ、こういうですね、月面都市って本当はこんなんだろうっていうですね、富野さんのですね、えー、ちょっとあの SF 魂が現れてます。で、 そこにですね、えー、ここに小さく見えるキャラクター、これがチェーンアギって女の子なんですけども、えー、その子がですね、あのガンダムのですね、えー、まあ新しいガンダムの製造担当者って言うんでしょうかね。なんかそれにですね、文句つけてるシーンです。で、後ろに見えるのが新しいガンダムですね。 で、えーまあ、上半身と下半身分かれてて、下半身はですね、これ見るとコアファイターがないですね。もうあのコアファイターみたいな、当時あのおもちゃ屋さんを納得させるために作ったような仕掛けは入れたくないってですね。富田さんのもう、意志が最初、ガンダムの初登場シーン、まず分離してる状態でコアファイターはないっていうのでわかりますよね。 で、えー、この後ですね、このチェーン,アンギはですね、なんか喋りながら、まあちょっと嫌な感じの女の子なんですけど、まあ6分の1重力ですから、ぴょんぴょんとですね、飛び乗ってですね、ガンダムのまあコックピットの辺へ行きます。 大体、えー、ですね、あの、6分の1重力ではですね、約2秒間ぐらい対空時間があるそうですね。だからよくあの、6分の1重力だからといって、このガンダムのもね、真ん中辺になるとアムロもですね、チェーンもですね、平気でですね、なんかこう、4、5メートルジャンプするんですね。そこは嘘です。<laughs> そこは嘘でですね、大、ま、体、あ、いい高さ3メートルぐらいまでのジャンプが可能じゃないかというふうに言われてます。えー、ガンダムはですね、 あの、台に乗ってるのが、ま、高さ5メートルですから、途中、ま、1回ぐらい中継ぎが必要だったでしょう。え、2秒間の体育時間というふうに言ったんですけども、2秒間の体育時間ということは、つまりジャンプして、ポンとジャンプして、頂点に達するまでに1秒。次に地面に、ま、月面にです落ちるまでに1秒ということですから、そんなに高くですね、上がれませんですね。え、で、